トラさんシリーズ第32作目の口笛を吹く虎次郎です。この物語の舞台は岡山県の高梁市、そこのお寺の大立寺というところでした。マドンナは、このお寺の住職、松村達夫さん扮したんですが、その出戻りの娘、智子さんということで竹下恵子さんが演じられました。この第32作目口笛を吹く虎次郎は、私全48作品の中でも特に大好きな物語です。